サタデーナイト J フットブレインプレゼンツ。すごい不思議なもんですよ。すごい違うエネルギーがここに流れてるのが間違いない。だから聖地じゃないかなと思う。わしはやっててやっぱり楽しかったもん。楽しかったね本当に、うん、こんなにすごいところで私たちプレーできてる、こんなすごいサポーターの下でプレーできてるっていうのはもう幸せだ。プロとしてやっぱりお客さんを喜ばす、もうそれだけだもん。サポーターを増やすために何か見せなきゃいけないな、感動を与えなきゃいけないから、うん、やっぱりその当時が引っ張っていったのはやっぱ読売と日産がやっぱりお互いライバルだけどお互いにリスペクトがあって尊敬があって両チームやっぱりそういう思いが強かったね。国立で紡がれた歴史に新たな1ページが刻まれる。とにかくやっぱりお客さんを喜ばすっていう、わしらもやっぱりまだまだ楽しみたいもん。国立へ行こう。